熱や、全部熱やで。待て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 、運ぶまで待てよ。全部熱い。これ2個ずつ、こうでしょ。1個ずつ運んで、分かんなくなったな。こうだ。全部ノールかね。まあ、分かれちゃうこれ。まあ、こうでいいんだよ。すごっ。ご飯は少ないから、うん、お好きに。俺はパンでいいや、はい。そんなに入る？これはね、色が違うだから分かるね。スイちゃん、おまけの、おまけのバターチキンカレー。ここカレーさえ当たらなければ大丈夫。よし、食べましょう。楽しいなぁ。ねぇ、スイートマグロー出たよ。スイートマグロー、スイートマグロー、スイートマグロー。あるよ。これプチョンフライ。さあいただきますか。ご飯ないでしょ。ご飯まだちょっとあるわ。一口。ん？あー、うまいわ。レモンティーが合う。水着を着て入っているからね。なぜ旅
員と一緒に入る公衆浴場で全裸にならないといけない。あんまりずらさないと分かんなくなったら、あ、撮ったもんね今、うん、大変です、箱が落ちました。外国人が感じる意外な疑問とは。一気に狭くなったこれ。どれどれ、うん、カレーパーティーね、カレーパーティーだね。ハンダカレーグランプリ、欧風欧風カレー、いや、これ欧風コーヒーみたいな、そうね、うん、甘い。はい、こちらほら、お菓子、これ食べる。あ、うまい。あ、うまい、ありがとう。ちょっと今の？お菓子。これもうまい。ここまではご覧のスーパーの提供でお送りしました。北海道産の原料にこだわった本格焼酎北里ロックはもちろん、これはこれ、これはこれ、これはこれ、北海道産ね、これとこれ違うんだ、うん、間違った。いただきます。あ、くしゃまびっくりした。オーカレーにしたのかな、うん、オーカレー辛いよ。そうよ、辛い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 、あなたを傷つけることになったのか。インクマサラカレー、母親は殺人犯、真実を知って、うん、と私は、うん、あ、基本的にみんな甘いじゃん。日曜夜9時、愛知外国人の疑問を徹底調査。あ、そうだね、パンも甘いね、パンも食べるの、パンも甘いの、日本に住んで、日本のものに行ってる、結構あるね。日本に思ったことはありますか。あ、はい、じゃあこれをたくさんあります。例えば、あの、僕がエレガントな服を着ているとちょっとかわいそうです。動物だから、どうしてこう写真撮りする方がなぜわざわざペットの犬に服を着せるの？さあ、同じように疑問に感じる外国人の皆さん、そこは変だよ、日本人の。これ何じゃ？あ、お肉か。ね、お肉か。あ、これみたい。これもそうね。え、あの、ワンちゃんに服着せてる人は？どこだっけ、アメリカのなんか、何かすごい、なんか色をつけてて、何、ユニコーン、こっち側ユニコーン、こっち側リュウ、昔だって黒電話にもカメラつけたりさ、あ、あ、そう、あ、ゴーゴーカレーやっぱうまい、一番うまいわ。お肉だよ、ミミが食べたいって言ったお肉。何でも服着せたかんだな。その割に温泉にはすっぱだかで入る。疑問でしかないだろ。ね、着たいのか脱ぎたいのかどっちなんだよ。そうだもんね。続いては外国人が日本で食事をするときに感じた疑問から。居酒屋について。あ、入るの？
そう、お母さんのカレーの方が辛いでしょ。主人公が知れる。何とも大きな声で復唱していたのに驚いたね。確かにな。してだろうね。何か変なものでも注文してしまったのではないかと不安になっちゃったよ。パワー。なぜ居酒屋の店員さんは接客の時あんなに大声を出す？接客だからね。ここは。チェックくれない人にはもう不安そうだから。会社の人間関係に仕事の後、上司から飲み会に誘われることがあるんだけど、私は結婚しているから平日もできるだけ家にいて夫と一緒に過ごしたいの。最初でもこれうまいかな。上司の誘いは断れないじゃない。アメリカならすぐノーって言えるのに。なぜ日本で働いていると職場の上司からの誘いが断りにくいの？だいぶ減ってるだろうね、今はね。だいぶ減ってますよ、今は。うわぁ、お酒を飲む時のマナー。ちょっと伺いたいんですけど、日本に住んでみて疑問に感じたり、何か不思議に思うことはありますか？私がおかしいなと思うのは、会社の飲み会で若い人が上司や先輩にお酒を継ぐということです。逆私も何回かしたことがあるけど、慣れていないといつ継いだらいいのかわからなくて大変なの。日本ではお酒の席で上司や先輩などにお酌をする光景が、政治家は逆に継ぎに来るね、選挙前だとね。選挙前継がたくないし、他の人にも継ぎたくないね。上司への敬意は仕事で示すものだよ。なるほどね。全くその通り。なぜ日本には一緒にお酒を飲む相手にお酌をするマナーがあるの？わあ、おいしい。落語の世界でさ、そうだね、あるでしょ。やっぱりずっとここしたんだが開くかどうか見て開いたと思ったらやるしね。ずっとグラスない。ましてそれがつまり飛びる文化なんだね。ここにあるよ、ね、だからそういうもうコミュニケーションというか、あ、なんだろう、人間関係みたいな。だから上下関係って別にそのすごく強いられてみんな嫌になってるんだって。何個買ったの？1、2、3、4、ある種の美学だったりとか、その細かったところがあって、ラミエさんが買ったんだ。昔ミエさん17年ぐらいのタバコを食後する時にも、あ、1本ちょうだいよって言ってこう吸う時にスッとこうね、なんか火つけなさいとか何も言わないんだけど、あ、つけなきゃって思うようなスポーズするんですよ。この気持ちいいって。アメリカでキャバクラやったらすげえ早いんじゃないですか。あ、でもそこに火をつけるとやっぱいいシーンになるわけじゃん。それはやるのも別にね。そう確かにそういう美学の要素はあって、例えば僕昔あの政府の役人やってまして、役人はそれおお行くね、行く広報カレー、広報カレー辛いぜ。なんかこれも完全美学で、その延長で当然政治家ですから。みーちゃん、シュートって。じゃあみーちゃん、シュンやめる。そうなんですよ。はい。だからと政治家バカになるなと思いましたよね。吹いてるじゃん。吹いてるもん、私も。なんか前から、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 じゃあちょっとここ行って、お酒を注ぐ、ちょっとここ行って、いいとこと感じた。それはあ、なんかちょっとおかしいな。ドイツは普通として飲むので、日本人は日本の文化楽しめばいいじゃんな。日本とドイツ、上司と部下の関係でお酒を飲む時の違いとは。さらにこの後、おそらくね、座敷に座ったらみんなこうなると思うよ。座敷文化ねえから。付け感のツヤ味アフター、リ
リット新登場。そこかい。その風味に無駄はない、うん、その安全追求に終わりはない。その走りめちゃくちゃうまい。妥協なき SUV 1.4 リッターニューエスクレス鈴木ボボカレー、うん、ヘッドホットの中に入っている。おいしそう。ちょっと辛いけどうまいわ。これぐらい、これぐらいの辛い。何だよこれ。ボボカレーめっちゃうまいよ。これ僕には子供らしくこれはコーヒーみたい。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。快適な寝心地を今の時間しょうがない。終わってくるって分かったから。ご飯？うん、おかわり。ちょっとしかないよ。いいよ。パン食べる。外国人の疑問調査。パン仕掛けたぐらいじゃん。日本暮らしうまいの。外国人が日本で食事をするときに感じた疑問。おいしいマナー。まあ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 、お菓子だね。お菓子、はい、ボディルフォーム。それはなんかちょっとおかしいな。姉ちゃん食器を磨いたいなと考えちゃう。姉ちゃん杉村くん、あの昔ドイツ銀行で働いてたんじゃないですか。あの杉村くんと、そう、あこれが日本の文化なんだね。杉村くんっつったらもうビジってなんだね。しんちゃん戻っておいで。それは上下関係に関係ないでしょ。ドイツでドイツは普通のみんな友達として飲むので、あ、なんか外国人同士だね。確かにそれはそうね。ちゃんと分かってる上司は今日はいいよって言うけどね。儒教とかキリスト教とか混ざりすぎちゃって分かんなくなってるよ日本は。だけどそのみんな嫌がってるのにもかかわらず止めない上司には今度問題はあって、みんな一杯目だけじゃそうしようよって、あとはみんな自分でね、手着でねって。あれどうなの、それとセットだよね多分ね。落語会でさ、その座布団持ってこいって必ず山田が持ってくる。いやいやそれはいい。あれおのおので持ってくるとおかしい。おのおので座布団の数が。続いては外国人が日本に住んでみて感じた疑問から。学生の就職活動に。就職先を探している日本人はなぜみんな同じようなファッションだろう。スウェーデンでは面接の服装は自由だから不思議な感じだよ。本当そうなの。こっからずれなきゃダメよ。こっからずれなきゃダメよ。みんな同じような服を。アリンコだからこいつら。アリンコ。この疑問を私も感じたことがあるという外国人の皆さん。スイッチをどうぞ。いらないの？水欲しいの？お水。あるよここに。うん。確かにこれは異常だからな。うん。人の呼び方について。スペインでは政治家は全く尊敬されていないんだ。選挙で語った公約は果たそうとしない。辛いのは嘘つきばかり。辛いのやばいの、もう一つあったっけ。辛いのもう一つなかったっけ。ちゃう
もう一つ課題もなかったね。ない。これだけ。課題の課題じゃないのこれ。これ課題。辛いの辛いじゃないのはどうだ。それ。これだけ。おいでと、おいでと、お母さんおいでと。まあこれは本当と。日本には強くて賢い女性がたくさんいるんだから、もっと女性の政治家を増やすべきだと思うんだ。現在、日本の国会における女性議員の割合は衆議院の場合で 10.2%。 ちょっと混ぜてみれば、世界各国のデータと、ちょっと混ぜてみる。違うカレー、わー、これ美味しい。わー、辛いの、辛いの、辛いの、辛いよ、辛いよってもう分かる。割合が少ないことが分かります。国のリーダーである大統領が女性だったし、いらないもん。南米もヨーロッパも世界中で女性が先頭に立って活躍する時代なんだ。なぜ日本は女性の国会議員が少ないのか。これうまいな。これスプーンの、スプーン一緒に使ったら。僕が不思議に思ったのは、街で選挙カーを見たときさ、スピーカーを使ってすごく大きな声で名前や政党名を叫んでいたんだ。あまりに大きな音でピザッとしたから。日本では公職選挙法の規定で、選挙運動用の自動車、選挙カーの走行中は連邦法違反しか許されていない。なんだ。すごい長いの連邦さん。政党名を連呼しながら街中を回ってアピールするのが公約を。ペラ2枚をずっと連呼したらどうなの。だからこの子が寝ていることが恥ずかしいわ。なぜ選挙運動に大きな音で名前を連呼するばかりの選挙カーを使うの。うわーすごい。だってだいそれ言って歩けないもんね。立ち止まらない。誰も聞いてくれないからね。名前を覚えてほしいね。これはあの聞く方も悪い。言わせてもらうと、あの選挙カーの音がうるさいってあったらもう返す言葉がないですよ、ね。もうそれはもうしょうがないですもんね。しょうがない。あれで効果あるのかね。効果あると思ってる方がおかしいんですよ。あれこいつに言うなんて思うけど本当あるよね。うちの前の路地にお騒がせしております。お騒がせしております。お騒がせしております。お前お騒がせしてるじゃん。ずっと言ってるとこともあるから。選挙官は絶対見えないです。やっぱり超うるさいんじゃないですか。絶対こいつ選ばないってなるし。そのなんかね、だって日曜日でもやってますよ。せめて日曜日だから、うちの地区に来てくれたか来ないかっていうのが大事なわけで。選挙活動って候補者の人とかどういうことをやってるんですか。あの会場を借りて、それで挨拶会をやるんですね。駅前でうるさくしたらそれ嫌われますね。ただ個別訪問は禁止、ね、食べ物の提供も禁止、署名も禁止、あの18歳以上から選挙投票できるようになりましたけど、運動は禁止と、ね、選挙運動は、個別訪問なんかは OK だよっていう国も結構あるみたいですから、個別訪問、アメリカなんか当たり前ですからね。アメリカなんかはね。7月の参院選の投票率は 48.8% と、5割を切った日本に対し、はい、前回の国政選挙の投票率がなんと 78.3% だったのが北欧の国ノルウェー。西国家として恥ずかしいよな。実は今来週行われる統一地方選挙を控えて選挙運動の真っ最中です。その人、オスロに学校なんか行くと選挙行かない人間になるから学校行かない。選挙小屋と呼ばれるの。学校行くとバカになったんです。このスペースを使
ながら、いろんなことある。さまざまな方法で有権者にアピールします。私は立候補者自らがチェスの相手を知らない政策についての質疑応答。一方こちら、農業政策重視の政党では公約に書かれたパンフレットに果物を添えて対応。他にも国民的おやつのワッフルとコーヒーを無料で提供して行列ができる政党なの。もう話すかい？まだ？いいよ、いいよ。ごめんなさい。雨。雨ちゃん。うちまでうちはダメだからね。日本じゃまあちょっと効率よくできないからね。あれなんか物を配ったりとかも、ね。日本であれやったら俺ワッフル前とか入れちゃう。ね、そうなっちゃうから、ね。ダメ。ワイプもね、喋るだけでもいいですよね。そうですね。だ人の感じがね、わかる。結婚披露宴への疑問。私実は結婚披露宴の司会でございます。中東だよ、中東。中東。ミドリースト。ミドリースト。日本？日本でずっと西。僕の妻は日本の会社に勤めていたんだけど、その同僚が前田出産したから、ミドリーストって言いながら、ベビー服を着たんだ。そしたらその人は子育てで忙しいはずなのに、わざわざ送ったベビー服と同じ値段の日本酒を探して、これ本当このバカな文化。お返しをしてくれたんだ。子供が生まれたお祝いなんだから返しといていらなかったんだよ。ごちそうさまさ、ね、でお酒は美味しくいただいたよ。ごちそうすか。ごちそうさまでした。ゆっくりはわあ、くた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 、あーくたくた、久々に満足。